どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで、こちらね、マリオットボンボやアメックスプレミアムカードのポイントである、マリオットボンボーホテルポイントを、ユナイテッド航空のね、マイルに交換すると、増量っていうのがですね、こちらね、本日切り替わったっていう風になりますんで、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、こちら本日3月の8日にですね、切り替わったっていった形になりまして、マリオットボンボンホテルのポイントっていうのは、本来ね、6万ポイントをマイルに交換すると、基本的には3対1のね、あの、マイル交換っていうふうになりますんで、6万ポイントだとね、2万マイルに交換することができるわけなんですけども、 6万ポイント一度に交換するとですね、5000マイルのボーナスがつくというふうになりまして、6万ポイントで2万5000マイルっていうふうになるんですよね。で、これが昨年の11月頃からですね、アビアンカ、デルタ、アメリカン、大韓航空のこの4つの航空会社はですね、こちら廃止になってしまったんですよね。まあ、こういった感じのね、経緯があったわけなんですけども、2023年の3月にですね、なんとね、マリオットボンボーホテルポイントユナイデッド航空のね、マイルにこ 交換しておくと6万ポイントね交換するとですねなんと3万マイルにね交換することが可能となりましたいやこちらねすごいですよね 今まで、もともとマリオットボンボーホテルとユナイテッド航空っていうのは、もともと提携をね、組んでおりまして、6万ポイント交換すると2万5千マイルではなくて2万7500マイル、3対1対1みたいなね、感じで公式サイトにね、あの、交換例と書かれておりまして、今までね、それで交換できてたわけなんですけども、 今回ですね、6万ポイント交換していただくと3万マイルにね、交換することができるっていう風になったんですよね。ですので、今後ですね、このマリオットボーボーにね、アメックスプレミアムカードですね、 こちらね、ユナイテッド航空のマイルの還元率にすると 1. 5、1.5%のクレジットカードになったっていった形になるんですよね。いやー、すごいですね。ユナイテッド航空の、ね、マイルね、メインで貯められている方も、このね、マリオットボンボイプレミアムカードね、かなりいいですよね。まあ、他のね、マイルにも交換できますんで、ユナイテッドも選べるし、他も選べるっていう点でね、本当にいいですね。で、まだね、あの、ありまして、今回ですね、レートがね、アップして、 6万ポイント交換してやると3万枚にね、交換することができるようになったわけなんですけども、なんと即時交換が可能になりました。ということですね、マリオットモモポイントからユナイテッド航空のね、マイルに交換すると、即ね、交換完了になるっていう風になったんですよね。これもめちゃくちゃいいですよね。今までユナイテッド航空のマイルにね、交換するのっていうのは、 大体7日から遅いと10日ぐらいね、かかってたんですけども、まあこれもね、時期とかね、タイミングによってね、ちょっとばらつきあるんですけども、まあ私が交換した感じだと7日から10日ぐらいかなっていう感じでね、利用させていただいてたわけなんですけども、 今回ですね、ユナイテッド航空のマイルにはですね、即時交換っていう風になりますんで、もうポイント交換したらね、すぐね、ユナイテッド航空のアカウントにね、入るって言った形になるんですよね。これも本当にね、めちゃくちゃ使いやすくなりますね。ユナイテッド航空のね、マイルっていうのは、 ANA のね、特典航空券を発見できるということで、またお得にもね、発見できて、当日発券とかもね、できたりしますんで、結構ね、あの、利用されてる方ね、多いと思うんですけども、今日ね、予定空いたからどっか行きたいみたいな時に、マリオットからユナイテッドに交換して、ANA の国内線で、ね、当日発券しちゃうみたいなね。まあ、そんな感じでもね、利用できるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、いやね、これはね、本当にいいですよね。で、公式サイトね、マリオットのポイント交換 のサイト行くとこんな感じになっておりますこちらね、ちょっと日本語にこれ自動翻訳で直ってるんでちょっと あの、読みづらい字になってるかもしれないんですけども、もうね、6万ポイントを交換すると1万マイルのボーナスつきますっていう風にね、記載がされているっていう風になりますんで、まあ、6万ポイント交換しておくとね、えー、3万マイルに交換することができるっていった形になるんですよね。で、こちらですね、現時点で、あの、一時のね、キャンペーンなのか、常設になっていくのかっていうのは、正直ね、まだわからないっていう風になっておりまして、マリオットの公式サイトに、あの、交換レートって書いてあるじゃないですか。 今までね。 ユナイテッドの交換レートっていうのは3対1対1って書いてあったわけなんですけども、今現在表記変わっておりまして、3対1にね、記載変わってるので、まあおそらく常設なんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、こちらね、驚いたことに海外のブロガーとかでね、まだ報じられてなかったりしますので、またね、情報がありましたら、私のね、動画のチャンネルでね、紹介していきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ一応常設だろうなっていうふうに思ってるんですけども、もしね、一時のキャンペーンだったら多分、ね で、規約とかも多分あると思うし、またね。期間が書いてあるはずですよね。一応期間とかね書いてないんで常設だと思うんですけども、この点はね。ご了承いただければなと。 思います。まあ、こういった感じになりますんでね。ユナイテッド航空のね、マイルっていうのは、誰にでもね、発見することができたりね、経由便も利用できたり、またね、有効期限もなかったり、変更キャンセル無料だったりね、今、ユナイテッド航空のマイルって非常に使いやすくなっておりまして、まあ、国際線もね、燃油サーチャージかかんないで、ちょっと必要マイル数ね、多い、あの、長距離要線多かったりするんですけども、今はね、燃油サーチャージ高くて、このユナイテッド航空のマイルだとね、燃油サーチャージかからないでね、 発見できたりしますんですすででよねですんで今回のねこれはかなりね朗報ですね本当にずっとね6万ポイント交換すると3万マイルでね利用させていただきたいですよねはいということで今回ですねこういった感じがね切り替わったっていう風になるんですよね今回ね朗報ということで紹介させていただいたわけなんですけども実はですね残念なお知らせもね ありますこちらですね PR タイムズさんがねもう報道でねあの出しているんですけどもマリオットボムホテルの聖地と呼ばれている4ポインントトシェラトン函館ありますよねこちらがですねなんと2023年の6月1日をもってプレミアホテルプレジデント函館というね名前に変わってリブランドがね発表されましたいやー残念ですね ということですね、2023年の6月1日以降はですね、マリオットボンボンホテルからですね、だ 対すするっていう風になりますんで今現時点ではですね、まだね、あの、6月以降のね、予約とかもね、マリオットのサイトで取れるみたいなんですけども、まあ、おそらくね、6月1日以降はですね、他のホテルのブランドになるっていう風になりますんで、まあ、ステータス特典も使えないと思いますし、ポイントも実績もね、付与されなくなると思いますので、まあ、こちらね、予約保有されている方は、まあ、この詳細に関してはですね、まあ、デスク確認していただいた方がね、確実かな、なんていう風に思いますので、デスクね、確認して いいただいてて、まあ、どうすするかねあの検討していただければなと思います私もね、あの2019年か18年ぐらいにですね、マリオットの主要ね、初めてやったのが、このね、まあ、4ポイントバイシェラト函館なので、非常に思い入れのあるね、ホテルなんですけども、じゃあね、ちょっとね、リブランドということで、最後に記念でね、行かれるっていうのもですね、いいのではないのかなと思います。 ということで、今回ですね、速報ということで、マリオットボンバーホテルポイントをユナイテッド航空の前に交換すると、レートアップ、またね、即時交換ということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いや、本当にね、めちゃくちゃいいですね。はい。本当にね、アメリカ路線とかね、 ユナイテッド航空のエコノミークラスね、ちょっと必要マイルスはね、ANA の倍になったりするんですけども、まあ、年差ジャージもね、かからないで利用できたりするんで、ぜひね、こちらも利用したことない方ね、利用してみていただければなと思います。またね、毎年やっている各ね、ホテルポイントからユナイテッド航空のマイルに交換すると30、30%増量って毎年やってますよね。もしね、これが、あの、常設で来てて、キャンペーンがね、来たらですね、えっと、6万ポイントを交換すると、30%増量なんで、 万円でですすかい,いいいやめちちゃゃくねこちらもねちょっと楽しみにしていきたいななんていうふうに思いますよねでちょっとまたね話変わるんですけどもマリオットボンボンホテルは3月の頭にですね規約変更ね一応行われておりましてまあほとんどの方はですね対象にならないと思うんですけどもマリオットボンボンホテルポイントっていうのは有効期限が2年間なんですよねで有効期限が2年間なんですけどもこういったクレジットカードを持ってる方は 利用してね、あの、ポイント加算があれば、都度延長みたいな感じになりますんで、まあ、ほぼね、あの、実質無期限みたいな感じになるんですけども、こういったね、カードを持ってない方は、4年間がね、えー、有効期限ということで、 有効期限が迫っているポイントで、有効期限より先の予約をしたとしますよね。で、これを予約した後にキャンセルして、有効期限が過ぎた場合、こちらね、ポイント没収になるっていうふうにね、規約が変わったっていうふうになりますんで、まあ、今まではですね、執、ま、行、あ、しないで延長になってたと思うんですけども、まあ、これがですね、今後は没収になるっていうふうになりますんで、まあ、マリオットボンボイプレミアムカード持ってない方になると思いますんで、まあ、ほぼほぼ大丈夫だと思うんですけど、 けども一応ねこういった感じにね変更になっておりますんで頭の片隅にね入れといていただければなと思います。またねプロテテアホテルっていう アフリカ方面のね、マリオットボンボンホテルがあるんですけども、こちらはですね、宿泊実績が今後2泊で1実績っていう風にね、まあ、2分の1になるっていうのがね、こちら規約変更でね、記載がされましたということで、あの、アフリカなんでね、なかなか行かれる機会ね、少ないかと思うんですけども、一応ね、こちらも覚えておいていただければなと思います。 ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。あ、そうそうそう、そう言い忘れるぞ。このね、イディアなんですけども、こちらね、先日動画でね、こちらの動画でね、解説させていただいたわけなんですけども、このね、イディアっていうのは、マリオットボンボイからね、えチャージしても、ポイントが満額取れるね、プリペイドカードっていう風になっておりまして、今ね、こちらのキャンペーンをね、 やっているんですよね。で、こちらですね、すぐ終わるかと思ったらね、まだね、やっているっていうふうになりますんで、もしね、発行されてない方はですね、今回ね、この物理カード本来、イディアっていうのは900円ね、かかってきてしまうんですけども、今回のキャンペーン利用していただくと、えー、実質ね、無料で発行することができますので、もしね、発行されてない方はですね、概要欄にね、あの、細かいこと書いておきますので、ぜひね、こちら。 発行していただければなと思います。こちらね、紹介コードを使って発行していただいて、本人確認と2000のチャージでね、もらえるっていう風になりますので、ぜひね、こちらも利用していただければなと思います。ということで、今回はですね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ